コンスタンツァ市電は、かつてルーマニアの都市、コンスタンツァに存在した路面電車。1984年に開通し、大規模な路線網を有していたが、2008年までに廃止された。ルーマニアの都市、コンスタンツァには1905年に、郊外の観光地へ向かう馬車鉄道が開通し、翌1906年に電化が行われたが、この路線は短期間で廃止されたとされている。 また、第二次世界大戦中の1943年にも、サイド市内に路面電車が開通したが、早期にソビエト連邦のオデッサイ施設が全て移設されたため、運行期間は1年にも満たなかった。そのため、コンスタンツァ市内における公共交通の需要は長らく路線バスやトロリーバスによって賄われていた。その後、1980年代の ルーマニアでは海外への通貨流出を抑える、国策として輸入品であった石油の量を抑えるため、路面電車が各都市で整備されるようになった。コンスタンツァもその対象となり、1984年に事実上の3代目の路面電車であるコンスタンツァ市電が開通した。以降は急速に路線網が拡大し、開業同年には第二の路線が開通したほか、 1986年や1996年にも延伸が実施され、コンスタンツァ市電は総延長 44km7 系統を有する大規模な路線網となった。車両についても開業時から1990年まで導入されたルーマニアの国産車両である3車体連接車の部位 3A に加え、1999年からは ドイツのベルリンから2車体連接車のタトラ系 T4D の譲渡が実施された。だが、2000年代にコンスタンツァ市の市長を務めていたラドマザーでは、路面電車を交通渋滞の要因とみなし、コンスタンツァ市電の廃止を断行した。その結果、2004年の100号線を皮切りに、路面電車の路線網の撤去及び路線バスへの置き換えが実施され、 2008年10月をもって全路線が廃止された。最後まで使用されていた車両は V3A が35両、KT4D が15両で全車とも施設や河川とともにスクラップとして売却された。その後、再度コンスタンツァ市内の公共交通機関の主力は路線バスとなったが、環境対策や輸送力の課題などから2016年の時点でコンスタンツァ市は 路面電車の復活を検討を要する案件の一つとして数えている。一方、かつての自電の名残として、路線バスが停車するバス停の一つに、自電車庫という名が存在する。ありがとうございます。